大阪会議、大阪会議は、明治8年、1875年2月11日に、明治政府の要人である、大久保利道、木戸孝義、板垣大輔らが、大阪府に集い、今後の政府の方針、立憲政治の樹立及び参就任等の案件について協議した会議、加工省として、前月から行われていた個別会談までを含むことも、ある。 政官論をめぐる明治六年、八百七十三年十月の政変で政府首脳が分裂した結果、政官派の三議、西郷隆盛や江藤新平、板垣大輔らがゲアし、政府を去った。残った洋人は、急速かつ無秩序に行われた、これまでの制度改革を整理すべく奥保を中心に内務省を設置。大久保を中心に岩倉智大隈重信、 伊藤博文らが政府の再編を行うが直後に台湾出兵をめぐる意見対立から長州罰のトップ木戸高吉までが職を去る事態に陥り政府内で殺懲罰のトップは大久保だけになってしまう政府に対する不満は全国で顕在化し佐賀の乱はじめ各地における士族の反乱鹿児島県においては私が高等による県政の労弾を招き また板垣らは愛国高等を結成して自由民権運動を指導するなど不穏な政情が要を追っていた。そのような状況した赤坂クエイ坂で岩倉が不平士族の竹市熊吉らに襲撃される事件クエイの変が発生した。さらに左大臣に就任した島津久光が政府へ改革反対の保守的な憲白書を提出したことに始まる憤議によって 政局が混迷した。政治改革のための財政的基盤となる基礎改正も父として進まず、次第に大久保も焦り始めていた。当時寛解を去り、大阪で実業界に入っていた井上薫は、この情勢を憂い、混迷する政局を打開するには大久保、木戸、板垣による連携が必要であるとの認識を抱き、名優の伊藤博文と共に仲介役を試みる。 木戸との連携の必要性を感じていた大久保もこれに応じ、伊藤に木戸との会談の圧戦を依頼、自ら大阪へ向かう。明治7年、1874年12月、井上は山口県へ帰っていた木戸を大阪に呼び寄せ、また自由民権運動の死、小室忍、古沢茂らに依頼して、東京にいた板垣も招いた。こうして、大阪府一大区、現 大阪市中央区北浜一丁目の蟹島新地に集った大久保、木戸、板垣三社による協議が井上、伊藤を終戦役として行われることとなった。またこの背景には井上と同じように寛解を去って実業界入りしていた五代、友厚の圧戦があり、五代帝は大阪会議の準備会談として使われ、大久保や伊藤らが何度も往復したという。 大久保は、下準備のためにおよそ一ヶ月間もの間五代亭、現在の日本銀行大阪支店のあたりに立っていた、旧島原藩、倉屋敷跡地に入り、年末年始を五代亭で過ごした。他方、木戸も来藩すると五代亭に、大久保を訪ね、豪華混んだ。このことからも、両者は五代亭で囲碁を楽しんだことがわかる。五代は、大久保のためには牢を惜しまなかったため、 大久保から五代に宛てた、商院、友厚の五国へは近近直竹に手も誤さりず、ご模様に交換ためを心得さる上を結構との手紙は、五代が単なるお膳立て、斡旋だけでなく、会議の内容に相当立ち入った積極的な役割を果たしたことを想像させる。大久保、喜戸、板垣の三者の思惑は全く別のものであったが、このように、大久保の相談役そして、 板垣大輔との仲介役として、この不一致を穏便にまとめた五代友厚らによって、大阪会議を成功へと導いた。明治八年、1875年1月22日、大阪へ到着した木戸と板垣による会談が、まず、井上、小室、古沢の同席のもと行われ、民選議員解説についての話し合いが行われた。続いて29日、 木戸と大久保の会談が行われ、木戸の政府復帰が決定される。このように当初は、大久保と板垣に直接の接触はなく、三者三様の思惑を抱いていたことが伺える。大久保は当初、議会制、立憲政治、政党政治などの導入に対しては消極的であった。なぜなら、しかし、木戸を政府に復帰させたいことと、また、 板垣を在野で放置して過激派と結びつかれるよりも政府につなぎ止めておいた方が政府への反対運動を分断できると考え態度を軟化させた。大久保の変化を聞いて手応えを感じた板垣も立憲政体受立、三権、分立、二院正義改革率などの政府改革の要求が認められたことで協力的な態度に転ずる。 また大久保が望んだ木戸の復帰などの人事案などが合意を見たことで三者の思惑がようやく一致した。2月11日、木戸が大久保と板垣を招待する井上、伊藤が同席という形式で北浜の料亭、加害での三者会議が行われた。この会議を大阪会議と呼ぶ。ただしこの席では政治の話は一切出ず、三者による主席、 判断のみが行われたという、保護費両費党。1ヶ月に及ぶ、議論の打結を喜んだ喜度は、舞台となった両帝、加害の天命を、加害労と解明することを提案、自ら看板を記号した。三者合意による、生体改革案は、直ちに大乗大臣三条耳に提出され、3月に、木戸、板垣は参議へ復帰することとなった。合意に基づき、 早速4月14日には、明治天皇より、全自立憲政樹立の証書が発せられ、元老院、大臣院、地方官会議を設置し、段階的に立憲政体を立てることが宣言された。一方、板垣は、参議就任により、愛国者創立運動の失敗を招いたため、自由民権派から、配信行為を厳しく求断され、釈明に追われることとなった。 南山の末に確立された新体制であったが、ほどなく地方官会議の権限をめぐって、木戸と板垣が対立するようになり、さらに三議と各省の今日の分離問題で、両者は決定的な対立を迎える。折から発生した高架党事件の処理をめぐる意見対立も重なり、板垣はついに三議を辞任した。大阪会議体制はわずか半年にして崩壊する。板垣と、 セットで入閣した木戸の発言力も必然的に下がり、さらにこの頃より、持病の悪化から表だった政治活動を行いにくくなったこともあり、木戸の政府内での地位も低下した。また一時期、板垣と連携する動きを見せた左大臣、島津久光が自身の主張が認められないため辞表を提出し、岩倉、大久保らが主導権を握る体制に戻った。ここに、 大阪会議で決定された新体制は完全に崩壊した。結果として大阪会議以前の大久保指導の体制が強化された形で復活した。短期間だったが、この大阪会議で将来的な立憲政体、議会政治の方向性が示された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。